エブンポの時間がやってまいりました。本日172回目でございます。サラさん、今日はザ・リメインに関してやってみたいと思います。サラさん、早速こちら上の例文でございます。菅山さん、和訳はどうでしょう。 District、 この旅行は Will remain in my memory ということで、私の記憶の中にリメイン残るでしょうみたいな感じでいけそうでしょうか。ですから、まずリメインと言われたら残るという感じでよろしいかと思います。ただし、いつもいつも皆さん残るという意味にはならないので、もう少し細かいところまで押さえておく必要性がございます。ですので、皆さんもう一回例文ご覧になっていただいてですね、もちろん district、主語、そして皆さんリメイン動詞は問題ないんですが、皆さん右側はどうなってますかと言われたら in my memory、 前置詞プラス名詞ですよね。ですから、皆さん以前からお伝えしている通り、皆さん前置プラス名詞は就職語、いわゆる皆さん M ということでよろしいかと思います。ですから、この文章中の文型どうですかと言われたら、主語と動詞で成り立っておりますので、S、V、第一文型というふうに呼びましたね。ですから、リメインのまず一つ目は、S、V、第一文型の時に皆さん残るというふうに判断していただきたいんですね。ただし、皆さん、二つ目の例文。Many stores remain open until 9 p.m. サムさん、訳せそうでしょうか。皆さん、多くのお店は、9時までずっと開いている、みたいな感じですよね。で、皆さん、これもですね、少し文型を確認させていただきますと、もちろん出だしの Many stores 主語でいいかと思います。そして皆さん、リメイン動詞ですね。で、皆さん、リメインの右側どうなってますかと言われたら、オープン、開いているということですね。ですから、皆さん、こういう感じでいいかと思います。皆さんは、多くのお店が開いてますよ。ということは皆さん、動詞を挟んで、左側と右側、ほぼイコールと。まあ、ニアリーイコールということでいいかと思います。で、この前後が同じイコールになった場合には、こういう風に判断するんでしたね。SVC、いわゆる、第二文型ですよね。ですから、皆さん、リメインが第二文型になった場合、じゃあ、訳し方はどうなるんですかと言われたら、保護のままであるという感じでよろしかったかと思います。ですから直訳すると、多くのお店は、9時までずっと、開いたままであるということですね。これは皆さん正しい解釈になります。ただし、2つ意味が出てきてですね、覚えるんですか、という方いらっしゃるかと思います。めんどくさいです、という方ですね。ちょっと皆さん上に書いてみました。皆さん、リメイン、と言われたら、これ皆さん単語の動画でお伝えしたことは何度かあるんですが、皆さん、メインですよね。ここでいいかと思います。皆さん、メインテインのメインでございます。もしくは皆さん、このテインのところで判断していただいてもいいかと思います。ですから、とにかく皆さん、メインテイン、このテインにしてもメインにしても、皆さん、維持するという意味でよろしかったかと思います。これですよね。ですから、皆さん、維持すると言われたら、一定の状態が続く現象ですよね。ですから、皆さん、それの核心を押さえておいていただきますと、リメインも一定の状態が続く。ですから、皆さん、一定の状態が続くからこそ、この旅行は私の記憶の中に残ったまんま。まあ、それ以降、特に何も変わらない。残ったまんま、一定の状態が続くというふうにも解釈できるでしょうし、これもそうですね。多くのお店が開いたまんま、開いたままの状態が9時まで続くという感じでよろしいかと思います。
ですので、皆さん、この確信を皆さん、押さえておいていただきますと、残るとか、うにゃうにゃなままであるというふうに派生させるのも特に難しくはないかなという感じがいたします。そして、ここから皆さん、実は分かることがありましてですね、皆さん、SV 第一文型、もしくは SVC 第二文型。ということは皆さん、この動詞は、自動詞ですか？他動詞ですか？他動詞の場合は後ろに目的語が必要でしたね。でも皆さん見ての通り目的語がないので他動詞ではないですよ。ということはリメインは自動詞ですね。そしてこの自動詞という意識を持っているとですね、パート5、パート6で問われそうな形式、皆さんここはまあ空所だと思っていただけるといいかと思います。じゃあリメイニングプロブレムズにしますか、リメインドプロブレムズにしますか、 ING にしますか、過去分詞にしますか、皆さん経験ありますね。どっちにしますか、という時に皆さん前回171番の動画でもお伝えはしてるんですが、覚えてますかね、受動態もしくは過去分詞、特徴ありましたね。受動態過去分詞にできるのは他動詞のみというお話をさせていただきました。ですから言い方を変えると、自動詞は受動態や過去分詞にできないんですよという原則にもつながったんですね。ということで皆さん、自動詞は過去分詞できませんよ。じゃあ皆さん、リメイニングにしますか、リメインドにしますか。もうわかりましたね。自動詞は過去分詞にできないんですから、リメインドは×、リメイニングが正解というお話でございます。ですから、これを皆さん、パート5、パート6なんかで、おそらく意味を考えて解くという方多いかと思いますが、自動詞、他動詞の意識があると、そして、この受動態過去分詞の知識があると、もう見た瞬間に一瞬でリメインド×っていう判断ができますので、そういうことを考えるとですね、やはり自動詞、他動詞の判別ですね、意識は持っておいた方がいいんじゃないかなというところでございますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。いきますかね。では皆さん次回173番も続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。